はい、今回は2017年式ドラッグスター400クラシックの紹介動画になります。で、まあなんといってもですね、もうかなり特徴的なんですけど、まずカラーリングと、こちらのフェアリングですね、かなり特徴的かなと思います。高速、走行、高速道路での走行でもですね、体に全然風を受けなくて、疲れがなかなかですね、体が疲れなくて済むっていうカウルになってます。結構ハーレーとかね、ついてるバイク多いかなと思います。かなりこれで迫力が増してるかなと思います。で、こちらですね、エンジンガードがついてます。で、はい、こちらエンジンだったりとかタンクですね、ぐるっと一周しますね。はい、一応こんな感じです。で、結構ね、こういうもうあのメッキ部分だったりとか、かなり綺麗だなと思った人多いと思うんですけれども、まあ、あの走行距離の方ですね、もうデータでも載せてるんですけれども、一応こちら現状1695キロと、もうすごい低走行のバイクになっております。はい、まあ、通りで綺麗なわけですね。じゃあエンジンかけていきます。はい、こんな感じの音ですね。国内のあれですね、普通のドラッグスター400クラシックと比べても本当にカウルついてるだけで別のバイクみたいに見えますね。はい、で、こちらのカラーリングですね、多分生産してる年数がかなり少なかったのか、当店でもいつも入荷しても結構すぐにね売れてしまうバイクに、お色になってますので、はい、ぜひぜひ気になる方はですね、早めにお問い合わせの方お願いいたします。当店保証の方が1年1万キロご納車させていただいてからついておりますので、中古バイク買う上でも安心となっております。ぜひお早めにですね、こちら欲しい方はお問い合わせの方お願いいたします。